はい、じゃあ塗らないやつやりまーす。めっちゃラフだ。めっちゃラフ。このスプラトゥーンで引き分けを狙った時、何回もあるんですけど、必ずと言っていいほど、塗らなきゃいいんじゃないですかっていうコメントがね、来るんですよ。なので、塗らないです。もう、インクボタンを絶対押さない。もう、触ってないからね、そのボタン。自粛期間でもそう、あ、やばい。そうだ。自粛期間だから外出ちゃダメかもしれない。帰るか。家帰ろう、戻ろう。自粛期間ダメだよ、家出ちゃ。そうだよ、そうだよ。おい、遅いね。な、開いてきたね。え、足早っ。自粛しに来たけど帰れなくなっちゃった。スーパージャンプしないとうち帰れない。これで引き分けになったらどうする？今までの努力何だったんだってなる。うわぁ、何も濡れてない。塗ってないのに、こうなるんよ。塗ってないのに。はい。二戦目。はい。特に意味はないかもしれないけど、まあ一応検証だからやってみる的な二戦目です。はい。じゃあ暇なので、レースをしましょう。あっちの高台に登った人が、先に登った人が、勝ちです。位置について。よーい、ドン！ショートカットするわ。ショートカットなしでいくか。ショートカットなしでいこう。位置について、よーい、ドン！やばい、やばい、やばい。あれ、これ間に合うかな？残り30秒しかないぞ。30秒しかないけど間に合うか？やばい、みんな登山できない、これ。で、みんな登山できない。みんな足早いのに。登山できない。はい、無理。はい、引き分け無理。なんかもう無駄な気がしてきた、これ。これ見てね。これ見てほしいね。俺が昔引き分けした動画に、塗らなくてもいいんじゃないですかっていう人は、全員に見てほしい。これね。塗らないで引き分けにならないのに、引き分けに塗ってしたってすごいよな。昔すごいことしたんだよな、あれ。引き分け達成すごくない？言うで4、5回やってるからね。ただローラーで引き分けはまだ取ってないんだよな。やりたいな、ローラーで引き分け。じゃあ何でもあり競争、ショートカットもありの競争。さっきの俺みたいな。もう降りる気満々だ。いくよ、位置について、よーい。あー、ドン！早い！早いぞ。待て待て待て。これショートカット、どうするかだな。なんかどっかジャンプで越えてもいいよね。あー、やった、イン取れなかった。イン取りしたい。あはは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 。ここで抜き去る俺し。うなぎし、ここで抜きました。さあ、コースの内側を走っております。走れ。いやなんか誰か落ち、なんか目の前に壁が、やばいやった。ちょっとそれが一番のショートカット。あー、でも勝った。あぶねえ。確かに死んだらショートカットだな。え、今何、今の画面。はい、3回目。引き分けなるか？ならぬー。まあ、分かってたけどね。